じゃあアウターが多いですね。こちら高い。マスタードの背面がなんと赤い。すごいなんか生地の表情が全くないですね。ちょっとこれゆったりめですね。こんにちは。こんにちは。女性チャンネルです。今日は風雅風雅のご紹介です。今回も私、安田ひとみかとモデルのカホさん、はい、よろしくお願いします。情報は青さんです。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。まあですね。まあまあ、はい、はい、すごい可愛いでも、可愛いです。ガラ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 なんですよ。本当ですよね。インナーから可愛いです。全部、ね、すごい可愛い。なんですけど可愛い。可愛いね。なんか色のトーンもまとまって、ね、フーガフーガなんですけど、ちょっと賑やかですが、はい、そうですね。はい、はい、ご紹介してまいります。はい。じゃあ先にこちらですかね。はい、はい、お願いします。はい、はい、ではお伝えします。インターシャミックスカラー付きベストです。サイズはフリーサイズ。お色がカホさんが着ているのがブラウンになります。はい、とダークブルーとライトグレーがイカさんが着用です。はい、とお値段が 42,900円です。なんかちょっとしたアウター代わりにね、うん、あったかい、あったかいですし可愛いですよね。うん、柄にも合いますけど、もちろんシンプルな洋服に合わせて、ね、今なんかベスト人気ですよね。こういうちょっとアウターになるみたいな、これベスト可愛いですよね。可愛いです。でカラーってことは襟付きです。そうですね。なんかちょっとショールピンクなんかを止めていただいても、あースタイルいいかも、可愛いかもしれない。ハイネックで使えそうですよね。確かに、ボタンが1箇所だけ1個なんですよね。1個です。はい、いろんな、今回もね、いろんな糸を組み合わせて、はい、パッチワークではなく編みで、パッチワークっぽく見せてるっていうね。はい、なんかどの色かわいいですよね。かわいいです。なんか悩んじゃいますね。うん、これが悩んじゃう。かわいい。グレー。はい。後ろもかわいい。おお、いいですね。色はちゃんと、はい。裾にこうボーダーっぽく入ってますね、後ろは。うん。かわいい。はい。かわいい、かわいい。うん、ねえ、これ、何、こういうベストって私あんまり着ないんですけど。どうやって着ますか？どうやって着ますか？他にシャツとかに合わせて、あ、シャツな、ちょっと大きめの、あ、なるほど、はい、私はベスト好きなんですけど、ワンピとかにもちょっと、カーデじゃちょっと重いなっていう時とか、あとこれ、まあ、ベスト着て、そこにアウターも着やすいのでさ、あ、そっか、確かに、やっぱりこういうカーチンみたいな、もこもこのカーデはカーデでアウター用に使いやすいですけど、さらにアウターっていうと袖ないのも便利だったりしますね。あとシンプルな T シャツ1枚にちょっと、まあ今日はインナーも賑やかですけどね。はい、はい、なるほど、勉強になります。室内でも着ていられるっていう、そうですね、お外用だけじゃなくて、そうですね、そのまま、はい、ずっと気分上がりますね、室内で。ちょっと背中がね、あったかいとね、あったかいですもんね。はい、身があったかいとあったかい。軽いです、汗かいてもっていう日は。それは、そうね。はい、ご覧になってみてください。はい、じゃあ続きまして、トップスのご案内です。はい、ご紹介します。ランダムボーダー2ウェイプルオーバーです。フリーサイズで、お色がマスタードがリカさん持ってるやつですかね。これがマスタード、はい、でダークオレンジ
カリカさん着ているやつ。はい。パープルが、はい、私です、ね。うん、はい。はい。お値段が25,300円です。お色がいっぱいで。ちょっと迷っちゃいましたよ。マスターとダークオレンジ、はい、パープル、はい、この差し色の、そうですね。マスタードが背面がなんと赤になっています。可愛い。気が変わっちゃう。でこのダークオレンジの背面が、はい、グリーン。わかります？グリーン。はい、ちょっと失礼します。はい、ああ、グリーンとちょっとアクセントに、うん、いい裾のところにオレンジが入って、可愛いですね。うん、ね、でカホちゃんがパープルで。パープル、あ、こっちにするべパープルでモノトーンみたいな、モノトーン、あー、かっこいい、これかっこいいですよ、かっこいいです、うん、でまたこの裾のこの配色、うんうんうん、これもなんと前後ろでちゃんと違ってて、はい、およー、そうなんだ、およーって知らなかった。ブルーでこっちはちゃんとグリーンで、はい、こっちもうグリーン、タコイチと、本当だ、オレンジ、すごい、細部まですごいこだわり抜いてます、すごいですね、はい、本当これ可愛いです、これ可愛い、はい、でこの手先、この、はい、袖口ですね、はい、V、斜めだ、うん、そうですね、ね、可愛い、うん、この袖丈の違いはちょっとあ商品の違いじゃなくて、あの腕身の違いじゃなくて、ええ、こうなりますね、はい、こうなりますね、うん、デザイン可愛いです、うん、あ、斜め切りっぱなしみたいな、ね、切りっぱなしみたいなね、うん、そっちを外側にして、はい、このポサポサってなってる方を見せて切るっていう感じ、うん、素敵、今日はのインナー使いでご紹介してますけど、結構身幅がありまして、うん、まあ、中にラッセル入れていただいて、うん、上で使っていただいてもね、そうですね、うん、売ったりしてるんで、はい、色悩んじゃいますね、これは悩んじゃいますね、はい、お好み、うん、でまたどっちも前でいけますのでね、ね、これは、はい、じっくりご覧いただきたいです、ね、はい、はい、ではスタートのご紹介しましょうかね、はい、はい、とこちらのスカートが圧縮チェックリバーシブルスカートです。サイズはフリーサイズ、お色がグレー、はい、ブラックの2色です。お値段が59,400円です。はい、はい、グレーはこちらが表で、はい、チェックだったんですけど、はい、着替えてくださいました、はい、着てみました、はい、無地ですね、がなんかちょっとこのうっすらね、はい、でもほぼ無地ですね、そうですね、はい、うん、すごいなんか生地の表情が、ね、全くの無地っていう感じとも違うんですけど、パッケージかわいい、うん、チェック生地がちゃんと、はい、かわいい、じゃあ何、表の方は黒になってるんですか、ポケット、後ろやってました、確かに、あ、なってる、なってる、これどっちも使えそうですよね、本当ですね、うん、確かに、前にも柄の無地も、ね、無地だけどその表情感があるんで、はい、いいですね、差をつけて、はい、うん、全然別物のスカートみたい、うん、うん、さっきみたいに柄合わせでもいいですけどね、はい、ちょっと一休み的に無地で使っていただいても、うん、はい、はい、その色見せに寄せてくださったショールも素敵ですよね、素敵ですね、かわいい、ちょっと小物でかわいい、スカートとこの小物のセットみたいな感じで使うのも可愛いですよね、はいはい、うん、そうですね、シリーズ出てますのでご覧になってみてください、はい、はい、じゃあ次はお帽子のご紹介です、はい、 はい、はい、では帽子のご紹介します、はい、インターシャミックスニット帽です。サイズはフリーサイズ、お色がブラウン、はい、ダークブルー、はい、ライトグレーの3色、お値段が 13,200円です、はい、はい、ちょっとこれゆったりめですね、うん、ちょっと若干ミックサイズで、うん、はい、ミーシャみたいと思ってミーシャみたいそうかもしれないです ね、ちょっと大きめの、はい、なのでなんかあれですね、このキャップの中にまとめた紙ポッと入れちゃってもいいかもしれない、確かに、はい、
落ちてる感じが可愛いね。ねえ、ミーシャみたいな。ミーシャみたいな。可愛い。本当だ、結構大きめ。結構大きめで。ねえ、可愛い。守られてる感じが。守られてる。温かくていい。温かそうね。見た目も可愛い。グラデーションの感じも、すごい可愛い。ほりします。はい。また秋冬にぴったりですね。これからの季節ね。はい。大体あのシリーズでご提案してますのでね、これセット感おすすめです。はい。はい。ご覧になってみてください。はい。はい、今日ご紹介しました商品はフーガフーガお取り扱いいただいてます小売店さん、または直営店にご相談ください。お近くにお店がない方はぜひあの佐藤商品オンラインストアプロシップをぜひご覧になってください。ではまた次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。